では、補給の計画についてはこの方針で詰めさせていただきます。クロウ、頼むぞ、カロ。あ、はい。それにしても、ずいぶんと気前がいいのね、織田家は。こんなに食料を融通してもらって大丈夫なの？最初に持ちかけたのは織田だからな。このくらいはする。武田はたかられてもこんなに出ない。うちもそうね。その割には世の仲裁を蹴って延々川中島で争っておったようだが。古い話を蒸し返すわね、和葉様。それはそれですが、これの方は結構溜め込んでいらっしゃるのでは？売ってくれる相手がいない。あんた友達いないものね。何よその目は。鏡、どこにあったかなって思った。どういう意味よ。どうもこうも。ケンスケは止めんのか？ふふん。何クオまでそんな目で。というか、なぜにそこで世の名前が出てくるのじゃ、主様。そうですぞ、それがしも主たる公方様と言い争うなど、そのような恐れ多いこと、たとえ天地がひっくり返ったとしても。健介殿。健介様は今回の補給計画で気になったことはありませんか？健介様、本当に私のやり方でいいんですか？まあそうですけど。健介隊は特殊技能集団っていうのは知ってたけど、鉄砲だけじゃなかったのね。やはり健介を検討に加えて正解だったな。そんなことないですよ。川波衆の手際、期待する。責任重大だな。ではひとまず今日の話し合いはここまでということで。そうじゃな、コロ。私たちはもう少し話を詰めて構いませんか？うん、これだけの大仕事失敗するわけにはいかないしね。お帰りなさいませ、旦那様。皆さん、次の遠征の支度にお出かけですよ。次の戦は今まで以上に大切になりますから。お茶どうぞ。はい、そろそろお戻りになる頃だろうと思いまして。はい。旦那様も毎日お忙しいですものね。そんなことないです。
旦那様はとても重いものを背負っていらっしゃいますから。あの、それは私も背負えていますか？お姉様やクオン様ほどではなくても、私も旦那様の背負っていらっしゃるもの、少しでも。あ、ケンスケ、ちょっといい？あ、ごめんなさい。お邪魔だったわね、双葉様。いえ、大丈夫です、ユイナさん。ちょっと用事があってね。双葉様と私の部屋に来てほしいんだけど、いい？はい、ご一緒します。来ればわかるわよ。それでよろしいのですか？信じていらっしゃるんですね、ユイナさんのこと。何？そんな古女房みたいに。その響きが嫌。いえ、お二人とも仲が良くて羨ましいです。そうですか。ありがとうございます。そうだ、双葉様もだけど、クオンたちとはうまくやれてるの？久しぶりだからってクオンばっかり可愛がってるとか、カズハ様のお相手ばかりしているとか、新しい奥さんにしか目がいってないとかはないでしょうね。ならいいわ。よろしいのですか？ケンスケがこう言ってるうちは大丈夫。できてないって自覚してて、なんとかしようと思ってるから。むしろ大丈夫って自信持って言う方が怖いわ。すごいです。あ、兄様。こんにちは、お兄ちゃん。礼上がります。うん、誠さんとおいちちゃんにお兄ちゃんの側室の心構えを教えてもらってたの。奥さんとしてはいちがゆいなお姉ちゃんの次に先輩だからね。そうだよ、イチとカオルちゃんとユイナお姉ちゃんと双葉様、側室4人でお兄ちゃんのことしっかり助けてあげるからね。あのイチ、僕も兄様の側室なんだけど。そうだった。だったら5人？夕霧ちゃんも入れたら6人だよ。いや、カオル違うの？そういう意味じゃないでやがります。あれ、そうなんだ。カオルちゃんと一緒に話聞きに来たから、てっきりそうだと思ってたんだけど。まだ違うでやがりますよ。
そっか、まだなんだ。まだっていうくらいだからもうすぐだね。だから出上がりますな。一緒にお兄ちゃんを助けてあげようよ、夕霧ちゃん。まあ、兄上をお助けするのは夕霧もやぶさかではないで上がりますが。兄様、お引き止めしてすみませんでした。夕霧ちゃんの説得は任せといてね。違うで上がりますよ。カオルに職質の心得を教えるのが先で上がります。大丈夫だよ、どっちもまとめてやればいいんだから。それいい。だからいいわよ、いつものことだし。来てほしいので。あれ、ちょっとケンスケ、大丈夫？生きてる？決まりなの。そうっす、どこの国が一番強いか勝負っすよ。そんなの我らが武田軍団に決まってるんだぜ。そうなのら。ちょ、なんだかすごくバカにされた気がするっす。このくらいたしなみっす。仕方ない。仕方なくないっす。そうそう、突撃することしか考えてないからだぜ。ナレスト、このくらいたしなみなんだぜ。決まり勝負なら一番強いのは僕ら織田軍団だな。あワンコヒナ。当たり前です。ヒナは別にどうでもいい。そうっすか？尾張の兵は弱卒揃いって聞いたっすよ。おいケンスケ、越後でケンスケ隊が暴れ回ってて、なんでまだ尾張の兵が弱卒って言われてるんだよ。まあいいよ、僕らにはマリっていう強い味方が。マリはアヤナたち三河組の応援に入るの。なんだって。アヤナたちはケンスケ隊の一員ですけど、心は三河武士なのですよ。三河武士の実力見せてやるのです。ですよね、カヨ、コナミ。いいのかな、それで。あの、ご主人様、アヤナ様はああ言っておられますが、自分は身も心もご主人様に。当たり前です。あ、はあ。わかなちん、当てが外れたね。だったら他に蹴鞠が強そうなやつ。
お任せなさい。織田にはこの私、蒲生中三郎増秀がおりますわ。それに、蹴鞠となればひよさんも。私ですか？剣助隊では指折りの実力者でしょうに。まあ、私にはちょっと劣りますけれど、もっと胸を張りなさいな。そんな、梅ちゃんほど張れる胸なんて。胸なら負けないっすよ。おほほほほ。笑い方がなっていませんわよ。ここあたいたちも。コナちゃん、そんなところで張り合わなくても。嬉しそうね、ケンスケ。そうね。で、ケンスケ様はどこに入るですか？何のためにアヤナが呼びに行ったと思ってるですか？ハニー、もちろんハニーは私たちケンスケ隊と共にありますわよね。へえ、人数少ないんだからザクロたちを手伝うっすよ、スケベさん。タケラを手伝うに決まってるのら。マリー、ケンスケと一緒の組になりたいの。ユイナ様と双葉様もやりましょうよ。あら、私もいいの？もちろんです。ユイナ様も織田家の一員なんですから。双葉様、八田ガラス隊お姉ちゃんと二人しかいないんですよ。双葉様も入ってくださいよ。私ですか？お兄ちゃんと双葉様が入ってくだされば100人力だってお姉ちゃんも言ってますし。あの大人気ね、ケンスケ。私たちの旦那様ですし。そうですね。そう言われるとなんだか羨ましいっす。ザクロもやっぱり奥さんになろうかなっす。ハニー、いつも通りに長尾衆や武田衆まで相性になさるおつもりですの？ザクロは別にそれでもいいっすよ。じゃああたいも。で、ケンスケ様はどこの組に入るですか？なんだよ、付き合い悪いな。約束っすよ。どうしたんですか？いえ、それは大丈夫です。それより何？私を断る出しにして。よくわかってるじゃない。どうしたのとはなんだ？せつらとて若い衆と同じように互いに交流を深めようくらいは考えるのだよ、夫殿。なんだ、タラシ殿は私には一人で酒を飲んでおれとでも言うつもりか？私を飼っておくと便利だぞ。
誰が双心を抱いているやら、すぐに見分けられるからな。織田にはそのような方までいらっしゃるのですか？安心せえ。今この同盟に反旗を翻したところで何の利もないわ。そうだな、せめて坊や一人くらいはたぶらかしておかねばな。ちょっと白百合、そういった場もたまには悪くなかろう。私一人で不満だというなら、この場にいる綺麗どころも何人かつけてやろうか。なんだ、たらしがいのない男であるな。なら節も立候補しておこうかな。別に節も夫殿のことは嫌いではないぞ。私はその子供もいますし。え、アキコさん、お子さんが？養子ですけどね。戦はまだ早い年ですから、今は御大将のお嬢様と越後にいますけど。そう、ミク様にもお子さんが。でもこれだけ賑やかな集まりでしたら連れてきてもよかったかもしれませんね。ケンスケさんにも会いたがっていましたし。ちょっとケンスケ、そんなちっちゃい子にも手を出してたの？やれやれ、タラシ殿は豊島よりも子供の方が好みか。そうですよね、年上には年上の魅力が。そうか。ならば今夜にでもどうだ。こらこら、そのようにからかっていると本当に食べられてしまうぞ。こやつは餌をちらつかせると本当に見境がないからな。違うのか小僧、金ヶ崎で別れてから一体どれだけ奥方が増えたなあ、ユイナ様。まったくよ、こっちの身にもなってほしいわ。なんだつまらぬ、今から皆で一献傾けようと思っておったのに。ケンスケ、もしかして白百合にも手出してるの？まあそうよね。ケンスケのことだから心配はしてないけど、白百合は難しいからね。気がついたら骨の髄まで絞り尽くされてるくらいは覚悟しておきなさいよ。当たり前だろ、いよいよって時なんだ。これで気合が入らねえなんざおかしいだろ。足りめえだ、母の万倍鬼どもをぶっ殺すまでどれが死んでやるもんかよ。それに弁慶だって義経の最後まで一緒にいたんだからな、一人で先に落っちんだりしねえよ。おう、てめえこそ先に死ぬんじゃねえぞ、義経。旦那様。
方は。以前ご挨拶はさせていただきましたが、いえ、なんだかとても弱々しい感じがしましたから、ユイナさんから聞いていた話とは随分違うなと。トウコさんが亡くなってからしっかりしたところも出てきてるけどね。支えてあげなさいよ、ケンスケ。用事があるって言ったでしょ。もういいわ、済んだから。奥の順列の確認と今のケンスケの周りがどうなってるのかを聞きたかっただけよ。最初はこっちで勝手に作り直そうかとも思ったんだけどね。どうも思った以上に相性候補が多そうだから。書き足せるところを増やしたのよ。この先どうなるかわからないでしょ。金ヶ崎の頃のあなたも同じこと考えてたんじゃない。実際それっぽいこと考えてる子も多かったし、これでも足りないかもね。すみません。ですが旦那様がたくさんの方に好かれていたのがなんだか嬉しくて。で、みんなを大切にしたいってケンスケの気持ちはだいたいわかったわ。聞いてないのはあと二人ですね。もう、だから鈍いって言うの。旦那様。私たちのことは、そんなことが聞きたいんじゃないの。私もです、旦那様。少しは気が利くようになったじゃない。旦那様、旦那様。私たちだって心配してたのよ、ケンスケ。ご無事で本当に良かったです。だったら旦那様、その
欲しいです。と、その口づけを。はい。ね、ケンスケ。私にはしてくれないの？バカ。